はい、道山です。ここでは高校受験のスケジュールの立て方についてお伝えします。まあね、この動画を見てるあなたが残りどれだけのスケジュールかっていうのはね、人によって違うとは思うんですけど、まあね、そのどのタイミングであってもスケジュールの立て方って基本的には同じです。今からお伝えする方法でスケジュールを立てていただければ、まあ高校入試当日までにね、最も効率よく偏差値を上げる、勉強の流れがわかると思いますので、ぜひね、この動画を参考にスケジュールを立ててみてください。で、まずですね、最初にやってほしいことは現状の把握です。これどういうことかというと、今あなた自身がどれぐらいの偏差値なのかなっていうのをまず調べます。まあ、例えばね、それが45だとしましょうか。そしてじゃああなたが入りたい志望校の偏差値がどれぐらいかなっていうのも調べます。まあ、仮にこれが50だとします。そうするとこの差が5あるわけですよね。5あるわけ。もしね、志望校の、偏差値がどれぐらいなのかわからなかったら、まあ、僕のね、この、動画の下のところにね、志望校の調べ方の動画を貼っておきますので、よかったらね、そちらもちょっと見ていただきたいんですけど、まあ、これでね、ちょっと調べてください。そうするとね、まあ、これ差がわかります。じゃあ、次にやってほしいのが、やることリストを作るということで、こちらはですね、まあ、実際に、じゃあどういう勉強をしていったらこの差が埋まるかっていうのを、調べていただきます。で、これもですね、実は過去に動画を作っていて、まあ、高校受験でね、こういう勉強をしていくと最も効率よく偏差値上がるよっていうようなのをまとめた動画があるんですね。こちらをちょっと見ていただくと、あ、じゃあまだこれやってなかった、これやってなかった、これやってなかったってのがいろいろ見つかってくると思います。それを一つずつ やっていくってことですね。そうするとこのまあ偏差値の差が埋められますので、まあね、もしね、偏差値が例えば5の差があるんだったら、まあ大体、これをやろうっていうのをちょっとね、この動画を見ながら一度参考に決めてみてください。これもね、この動画の下に URL 貼っておきますので、そちらを参考にしてください。で、次に残り日数を計算して入れていくということで、こちらはね、何かというと、例えばですね、あなたが、じゃあ現在、10月だとしましょうか。3年生、高校3年生の10月だとします。そしてあなたが志望している高校が私立高校だとします。すると、まあ、私立高校のね、じゃあテストは2月にあるとします。まあ、そうすると大体4ヶ月ぐらいがね、テストの、残り勉強できる日数なわけです。この、4ヶ月っていうのをまず日にちにします。そうすると120日っていう風になりますね。4ヶ月。まあ大体でいいです。120日。で、この120日の間に、例えばあなたがじゃあやることリストの中で、英単語を仮にじゃあ240個覚えないといけないというやることリストが出てきたとします。そうしたら1日に2個は最低覚えないと間に合わないですよね。2個。で、まあ、1日2個ね、覚えていくってなかなかあれだと思うんですが、その後に、ちょっと、ね、余裕を持たせないと、やっぱり、例えば休みとかの日にね、できないってこともあると思うんです。なので、まあ大体3個じゃ覚えていくっていうふうに決めたとします。こういう感じで、日にちから逆算することで、じゃあ今日何やろうかな、明日何やろうかなっていう計画表が立てられるわけです。で、ここで一つ大事なポイントです。もう、ここの時点で明らかに無理だと思ったら、進路を変えた方がいいです。例えば、1日英単語3個覚える。これなんとなくいけそうですよね。3個だったら覚えれるなと思ったら、その今あなたが考えている進路はあなたにとって合ってるってことです。きちんとその3個を毎日やっていけば、そこに、まあ、一応理想ではありますけど、ちゃんと偏差値が上がって高校に入れるわけなので大丈夫です。ただこれが1日30個だったらどうですか？ちょっと厳しいなって思いますよね。であれば、その進路はちょっと今のあなたにとってちょっと現実的に厳しいから、少しレベルの低い進路に今すぐ変えて、もう一度計画を練り直すってことも大事になってきます。まあ、大事なことは何かというと、きちんとこう逆算してね、考えていくってことが大事になります。一応ですね、目安だけちょっとね、お伝えしていこうと思います。理想的なスケジュールですね。これ例えば1年間もしあなたがこれから勉強していけるとしたら、こういうスケジュールでやっていくと結構ね、余裕を持って勉強を進めていけます。まあ、残り12ヶ月、まあ、大体1年の最初ですね。この時期は基本問題、中学校 1,2 年生の復習あたりをですね、しっかり繰り返しといて覚えていくってこと。あと英単語、漢字とかね、英熟語とかね、このあたりの、まあ、コツコツ覚えていくもの、このあたりをね、もう初めから覚え始めるといいです。そして残り6ヶ月、まあ後半戦ですね、9月ぐらいになってきたら、
もう3年生のね、勉強もだいぶ進んできていると思います。なので3年生の、入試対策問題をね、しっかり解いていくってことができるようになります。まあここでもね、引き続き、英単語とか漢字っていうのを覚えていくといいです。で、英単語とか漢字ってだいたい、まあ、多くてもね、2000語ぐらいなんですよね、覚えるのって。で、2000語って、例えば4月からもし11月までやったとしたら、まあ、もうそれだけでね、じゃあ4、5、6、7、8、9、10、11、9ヶ月あるわけです。あ、8ヶ月か。で、8ヶ月もし2000語。まあじゃあ仮に1600語だとしましょうか。2000語は難しいからね。1600語だけ覚えるとしたら、8ヶ月だとだいたい1ヶ月200単語ずつ覚えていけばいいわけです。で、200単語っていうと、まあですね、1日、まあ10個とか。まあ10個もいらないぐらいかな。ちょっと余裕持ったとしても10個。あれば、まあ1600単語ぐらいは覚えられるわけです。で、1日10個っていうとね、なんか、すごく多く感じるかもしれないんですが、だいたい10個のうちのね、もう5個ぐらいはすでに覚えている単語なんですね。うん。まあ、この、さっき言ったね、2000とか1600っていう数字っていうのは、もう、すでに知ってるね、I とか Arm とか You とかね、そういう単語も含めての数になるので、まあ、半分ぐらい知ってるやつなんですね。まあ、なのでそうすると、早め早めからやっていけば、本当にスムーズにね、勉強ができます。そして、残り3ヶ月。まあ、12月頃からは、過去問とか、あと応用問題とかですね。あとは、英語、国語の長文対策。このあたりをやっていくといいです。そして、残り1ヶ月ぐらいになると、面接対策とか、さらに苦手分野の集中問題。集中的に学習。っていうのを進めていくと、非常に理想的に進められるかなと思います。まあ、こちらのね、流れをちょっと参考に、今度はあなた自身だったらじゃあどういうことやるかなっていうのをね、一度自分なりに先ほどのね、2つのステップを使ってさ、考えてみてください。もう少し詳しい説明、この動画の下に、この動画の URL、この動画をまとめたね、ホームページの URL も貼っておきますので、よかったらそちらも参考にしてみてください。あとですね、私は現在、7日間で成績アップ無料講座というものを配信しています。この動画の右上のボタンをクリックしていただくと、こちらの詳細ページに飛びますので、よかったらね、こちらも一度参考にしてみてください。こちらの講座の中ではですね、まあ、中学3年生の子がどういう勉強をしていったら最も効率よく偏差値を上げることができるのかっていうのを、お父さんお母さんと、あとは中学生本人に向けてですね、僕がしっかりお伝えしている動画じゃなくて講座になりますのでね、よかったらこちらを使って、第一志望の高校に合格できるように、勉強を進めていただけるといいかなと思います。